はい、どうもお疲れ様です。ベシャリチャンネルのお時間です。はい、皆さんは読書してますか？僕ですね、結構こう見えて読書してましたですね。ました系です。何ですっけ、自己啓発本とか結構好きで、まあ、結構読んでました。で、最近はちょっといろいろまた別で勉強することが多いので、ちょっとまあ時間なかったりしてるんですけど、ちょっとまあ本読書っていうのもやっぱやっていかないといけないなというところで、ですね、今読んでいる本がこちらです。直感と理論をつなぐ思考法っていうところでですね、まあ読んでおります。直感と妄想とかですね、余白作りとかですね、まあなんかいろいろ書いてます。面白いですね。はい、でまあ本はですね、あです、本といえば思い出しました。だいぶ僕最近、まあ、仕事でもパソコンを使い、携帯を見、そして動画編集、 YouTube 作る、目悪くなりますよね、やっぱね。いやー、目が悪くなりましたよ。なのでなんかちょっとやっぱ老眼出てきてるんですよ。はい、老眼出てきちゃってて、で、なんだろう、まあ文字は見えるんですよ、見えるんですけど、なんか気が緩むとぼやって見えるんですよね。まあいわゆるこれが老眼みたいなんですけど、でまあなんか100均とか、まあ、たまに行くじゃないですか。で、あの100均の老眼鏡ってあるんですけど、あれをつけるとバチッと視点が合うんですよ。あ、やべ、完全に老眼いっちゃってるじゃんみたいな、っていう感じでですね、もう早くも41歳、老眼が出てきております。初老です。はい、初老になっております。です。で、今日はですね、まあ、特にテーマはなく、カメラを回しております。はい、何に話しましょうか、何について話しましょうか。まあ、映像編集ですけど、そうですね、僕もともとは、まあ、その先輩に教えてもらって Windows の、まあ、Adobe、まあ、昔はソフトだったんで CD-ROM だったんでですね、それをちょっといただいて、で初めて自分で編集したのが、25歳の時かな。スノーボードをずっとやってたんで、まあ、スノーボードの映像を、まあ、当時ビッグヤ福岡っていう室内に毎日いたんで、まあ、そこで撮った映像を、まあ、ちょっと自分で編集してみようというので、先輩にアドビのソフトをもらって、初めてパソコンで編集したのが25歳。その時になんか動画の楽しさっていうのも、まあ、動画の楽しさっていうか、自己表現することの楽しさですよね。まあ、どう撮られるとかっこよく映るとか、どうすればそれがかっこいいものになるとか、もちろんその撮影することの角度だったりとか撮り方だったりっていうのを学びましたし、逆にそれをすることで、この撮られ方ですよね、どういうふうに自分が撮られればかっこよく映るっていうのとかも学んで、でそこで今度好きな音楽を載せてみたいな、なんかいろんなこうかっこいいかっこいいことがいっぱい並んで、その時初めて動画めちゃめちゃいいじゃんって思いました。で、当時ですね、あのカメラもなんだ、まだ8ミリの時ですよ。8ミリで VX に何やったかな、なんかこう結構でかいこう手持ちのですね、もう本当にあのプロカメラマンが撮影で使うようなですね、ああいうのを買ってですね、マジ本格的に、まあ、形から入ることもですね、やってましたですね。で、そこからまあね、携帯が iPhone が出て、まあ、当たり前に iPhone を持つようになって、
で、あ、そっか、iPhone って今、そっか、これ今 iPhone の12 Pro で撮ってるんで、手元に iPhone を出せないんですけど、まあ、そこで Apple のですね、やっぱりその、なんだろう、品の良さというか、フォルムですよね。まあ、携帯もそうだし、まあ、当時 iPod もそうですし、で今だと MacBook とかですよ。パソコンのその質感というか、フォルムですよね。やっぱめちゃくちゃかっこいいんで、まあ、それで、まあ、動画編集するならもう MacBook でしたい。ということで、Final Cut Pro で現在、編集しています。で、目標は iMac をですね、買うことです。今 MacBook でやってるので、iMac のでかい画面でですね、やっぱり、ここに iMac をですね、ドーンと置きたいなという夢があります。これ皆さん気になっている方いますか？これですね、あの宮崎の延岡に住んでた時に作ってもらった息子の指すけ、これ指すけ用のおもちゃなんですけど、まあ、ここに本当はダウンベルがあったんですけど、ちょっと今もう壊れちゃってどっか行っちゃいましたね。ここでこうダウンベルしてですね、まあ、要はスケートパークみたいなのを指で、こう指でこうスケボーするんですけど、かっこいいですよね。でもちょっともう僕のインテリになってます。で、アップル好きなんでリングです。あ、これ本物じゃない？やっちゃうんですね。てな感じでね。まあ、しょうもない。べしゃり、完全に本当べしゃりチャンネルです。はい、以上で今日の動画終わります。ありがとうございました。